にちは。8月22日、今夜21時3分、水瓶座で満月を迎えます。先月に続いて2回目の水瓶座満月です。水瓶座のテーマは、自由と変革、そして革新です。時代の変化はどんどん加速しています。とても象徴的な1ヶ月間だったと思います。今までの成功体験がこれからは役に立たなくなるでしょう。だからこそ、過去の延長ではない理想や夢を描くとき、それが今です。私たち自身が何をしたいのか、どうありたいのか、自由に考えてみませんか？その上で、誰かのためにできることは何かと自分に問うてみるのです。水瓶座の象徴アロマはネロリです。力が入りすぎな人が緩む香り。現代人に最も必要なエッセンシャルオイルかもしれません。うっとりするようなオレンジフラワーの香りでリラックスしてお過ごしください。ありがとうございました。